Space Monkeys TV。 今ね、一匹入ってきたよね。くそ、ラチェットできた。最近釣れてるラチェットできた。こあっちの端行くわ。忍法作戦。了解です。今日は何気に萩さんのサングラス買いました。ありがとうございます。これ結構上まで登ってったね、もしかしたらね。この桜と泡のプロジェクトで、うん、そしてね、割とね、釣り場に行ってこう喋るじゃないですか、大きい声で、はい、割とね、聞こえてるんだよ、多分魚にはだから、静かに、やすやす。おー、めっちゃ入ってきた。やばいるね、でかやばめっちゃでけあそこの、やばいね、あそこのカバーに入ったね。うわ、こっち見た、こっち見た、こっち見た、これえぐい。あ、いるね、めっちゃこれやばいわ。真ん中投げるわ。真ん中投げる。逃げた。チェイスしてきたよね、今。チェイスしてきたと思ったら普通に帰ってったわ。あ、もう一匹いるよね。置いてっちゃったよね。いや、メスバス。あと2匹ぐらいいる。オスももう置いてっちゃうな、あの人。スイッチ入らんのかい。スイッチ入らんわ。スイッチ入らんわ。誰も乗ってもんわ。熱中行きます、熱中行きます、熱中行きます。うわ、今やばかったね。今やば、今にアタックしてきた。めっちゃ後ろにいた今、うん、今食いに来た、うん、食いに来たね。食いミスだ今。めっちゃ食いミスってるわ。あっち行った。うん、今の食いミスだ、うん、いや今釣れてもおかしくなかったね。今食ったね若干。いやー後ろだったね今ね、いやあれなんかもうちょっとディスタンスあったらガサガサ言ってたかもね、うん、はい、ね、途中でやっぱ中間で止めたから止まっちゃったよね。うん、でも見切ったよね、すごいね。で、反対側の岸行っちゃってくれ。ってことは多分インサイド見てたね。うん、インサイド入ってたね。こっち側見てたね。で、音で気づいた、何回もギラギラやって、うん、で、呼び込んでバーン早巻きして反応したけど、やめとこうみたいな。だったね。もどかしい。まあ、そういうことっす。なんか、デッドウォークめっちゃ釣れるじゃないですか、ボンボンボン。か、めっちゃ速いからですよ。うん、収穫ありましたね。はい、ということで何もなかったんでこっちに来ました。今季初の謎の池行ってみましょう。萩さん、サングラスお借りします。はい、どう似合ってます。嘘、ちょっと待って。まあそれだけなし、行きます。金魚ちゃんです。行きます。ジョイクル70小赤から行きます。待った、今動いた。そこの足元の草が動いたもん、バーって。そこに草生えてんだけど、水の中にブワッて動いた今。ほらチポチポいってない。鯉かな、いきます。金魚で鯉釣れるかもしれない。最近ここのインレッドいないんですよ、魚。磨かしてください。いいですか、服で。はい、すいません。よし、行きます。もうめっちゃ見えるようになった。めっちゃ見えるようになったよ。曇ってますね。見て、ああ、いい感じです。これ結構高いやつですか。これ、あれ、ブラックライです。ああ、なるほど、はい、あの昔流行ったブラック。で、これビニール取れちゃった系ですか。いや、でも元々このデザイン。ほんと、はい、今このデザイン売ってないんですよ。だから俺これだけ取っといて。確かにこれハギさんめっちゃ似合うわ。取っといてるんですよ、これ。わざと
ジョイクロ70チューニングします。ここでラインアイをつけるんじゃなくて、ここでつけます。ここでつけます。フックアイのところにつけてピクピク、こうするとピク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 になりますから、ピクピクピク、コアカピクピク中。いや思い出すな、ここでミノギルで釣った時の確かに、ね、でもあの時なんかまだ青しかったよね、確かに、ね、あ確かにそうですね、なんかさ冬っぽいんだよねまだね、うん、なんか葉っぱないですもんね、でしょ、うん、やっぱ遅いんだよな今年な。あ、右動いた、なんか動いた、来るかも、来ないの、出てこない、出てもおかしくないんだけどね、学習値高いよね、いや出なくなったんですよ、見え、そうで見え、ね、食ってきそうだけど、ね、ここのね、バスたちは落ちた瞬間食いに来るから、うん、そんなに長居しなくていい、おっと、萩さん、これやばいんじゃない、おお。金魚ジャンプ金魚ジャンプ回収しましたうわ、あ、いた、中入っちゃった、20センチぐらいのやついましたわ、ここの主だよ、あれは間違いない、やつを釣るか、まだでも難しいっぽいな、なんかこのね、葉っぱとかがようやく芽吹いてきてるから、この葉っぱとかが出てくると食わせやすいかもね、なんつうのシェードになるじゃん、うん、やっぱ警戒心高いから、今俺が覗き込んだらもう逃げていっちゃった奥に、やつを釣るまでだね、うん、このストーリーはちょっと油っぽいね、あ、いた、いたわ、バス、でもこんなもんだった今、むしろこの小赤ぐらい今いたわ、あ、また一匹いる、ここめっちゃ入ってるかも、ほら、葉っぱ動いてるでしょ、ピクピクに、コイもいるけどバスもいる、あいつは濃いだな、あの葉っぱを動かすのは濃いです、基本は食うんですよ普通にここにいると、動いてるところにダイレクトアタックしましたが、濃いだわ、背中が見えてる、濃いはあそこまで入っていけるんだね、すげえよな、これでいきます。伝説のコブラテールは。いきます。はい。まずあそこのカバン、手前のカバンからいきます。おいおいおい、違うよ。違う違う違う。来い来い。あれは来いです。今のは来い。さっきのあの風についててやつ来なかったもんね。小赤をここでパチャパチャやつ。うん、多分ね、葉っぱがあってシェードがあるともっと見に来るんだと思うよ。なるほど。そうだね。やっぱ恐れがあって来ないんだよね。ちょっとあれっすね。スカスカですよね。そう、スカスカなんですよ。オープンウォータースイー見えすぎちゃってる。そう、オープンウォータースイーちゃダメなんですよ。ここにいたもんね。うん。これだったら多分食う。今の写真だったら。奥田。奥田。よっしゃ。よっしゃ。よいしょよいしょよいしょ、おーおー、ちょっと待って、ちょっと待ってよ、ちょっと待てよ、よっしゃ、ちょっと待って、待ってね、待ってね、待ってね、絶対にキャッチするから、絶対にキャッチするからね、大丈夫だよ、富士さん、富士さん、はい、ネットをネットを取ってきてもらっていいですか俺持ってますすいません、お願いします、ネットあるんすよ、今日は持ってきた、よしよし、ちょっと我慢しな、
ハギさん。まあ、届かない。届かないパターン。届かないパターンか、これ。大丈夫、大丈夫、大丈夫。大丈夫、大丈夫。よし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 、緩めて緩めて緩めて、クラッチして、オッケー、取れたやったー、来ましたなー、しゃ、オッケー、釣れた釣れた、オッケー、オッケーオッケーオッケー、はい、いやー、今年のマックスサイズかもしれないですね。いやー、いいコブラテールの提灯釣れましたね。なんか早めに来ちゃった夏休みみたいに楽しい。OK! あざす、役に立ちましたわ、ありがとうございます。いやー、コブラテール釣れましたね。伝説のジャッカルのね、オフセットフックでできるカバーネコセッティングでした。これ動画なってますんで、伝説のワームでね、まあ、廃盤になっちゃったんですけど、これね、廃盤になっちゃったんですけど、このワームやっぱ釣れるね。あれです、ジャッカルのね、あの小野さんがプロデュースしたカバーネコトーナメント用に作ったやつ、昔からこれが好きでね、久しぶりにネットで検索したら出てきたんですよ。買ってやったんですけど、やっぱこれ釣れる、オフセットフックでできるカバーネコ、謎の池、今年一発目のハルバス来ましたね。ついつい見ちゃうな、もう一匹いねえからもっと奥に行けばもっといるんだろうけど、いいサイズ釣れましたね。あれがね、大体この謎の池のマックスサイズぐらいです。よし、まあね、千代田湖での早巻きは、まあね、あの水路のね、早巻きはね、なかなかしびれたけど、あれが取れたらもっとやばかったんですけど、今日はでもいい、謎の池のバス釣れましたんで、満足、帰りましょう。